事実は小説よりきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。今回ご紹介するのは、戦後昭和中期まで実在した困窮島だぜ。困窮島？貧しい人ばかりの島のことかな？いや、むしろ素晴らしい島なんだぜ。集落で貧困に陥った家族を島に移住、そこで経済的な立て直しを図らせ、しかもその間税や村の労働は一切免除、困窮者救済制度のための島だったんだぜ。そんな素晴らしい島が。これは全く知らなかった話だわ。ぜひとも解説お願いするんだわ。よっしゃ任せろ。ほんじゃしきみ、いつもの頼む。この動画はゆっくりプチャンネルの提供でお送りします。さて、昔の日本に実在した救済制度困窮島、こういった防貧制度は江戸時代から各地に存在し、現在のように国や自治体による福祉がない中、集落単位で助け合う仕組みが昔からあったんだぜ。江戸時代に存在した類似の制度を見ていこう。現在の岡山県久保谷郡には貧者育山と言われ、村内で困窮を極めた者を山に住ませた。これを山登りと言い、移住者は自分の農地を集落に預けて耕作してもらい、山で住んで林業や農業で財を蓄え再建を図る。だが再建後に既存しても元の村民としての権利は剥奪される。現在の滋賀県滋賀郡では、貧困者が村にいれば役場にて引き受け、その財産のうち宅地を残して他は全て売却して村民で分配。困窮者は村の外にある南住町と呼ばれる場所に小屋を作らせ住まわせる。これを上り百姓と呼んだ。困窮から再建して既存しても元の権利に戻れず剥奪される。この2例のように、基本的に困窮者は村の外にある山などに居住させ村と隔離し、そこで好きにさせる村八部のような、ある種の制裁のような方法があった。そこで経済的に再建できて村に復帰できても、今までと大幅に権利が失われる厳しい状況になったんだぜ。同じ村の者同士で助け合う仕組みがあったんだ。完全に見捨てるわけじゃなく、ある程度の恩情があったのね。でもそれなりのペナルティは存在してると。やはり皆苦しい中でも頑張ってたからな。何の罰則もないのは納得いかなかったんだろう。他にも数例見ていこう。現在の静岡県志田郡と増津郡では、年貢の未納の家あれば村方一同で弁納する。ただし弁納された年貢分を完済できないうちは弁納人と呼ばれ、村の役人などになることはできない。弁納人は村近くの原野に小屋を作り、周辺で日雇い仕事などで稼ぎを得ていく。ちなみに村外れならどこでもよかったようで、河原などの見捨て地に住むことが多かったようだな。現在の三重県阿能郡では、年貢などの滞納があり、村方一同で弁済されたものは役場に届け、その人を顧客人と呼んで村外れに住まわせ、無償の小屋を与えて村中の雑務を日雇い仕事させ農業はさせないとある。さらに厳しいところでは、岐阜県の渥美郡、鏡郡、片方郡には困窮者は世話人を一人つけ、各債権者と協議の上、一切の財産を売却させ、その金を分配して返済する。そうして村内に住むを禁じ、山に掘った手柱坂吹きという、礎石もなく茅葺きも逆さにするという徹底した見せしめ小屋に住まわせた。岐阜県の例は貧者救済ではなく、村外に追放して明確な罰則を与えているぜ。いくつか過去の例を紹介したが、困窮者の滞納分を村人らが肩代わりするので、基本的に一生頭が上がらなくなるだけでなく、見せしめ的な罰則を与える風習があったようだな。助けてくれるのはすごくありがたいけど、罰則の方が結構厳しかったりするんだね。まあ村社会で迷惑をかけたら当然か。でも完全に見捨てるんじゃなくて、こうやって情けをかけてあげる仕組みが全国にあったのね。最初に言ってた困窮島もこんな感じなのかな。戦前の新聞にこのような記事があった。長崎県北松浦郡小鹿村の大島集落は戸数40、37丁分の高地で農業を中心とした集落であるが、一切の農業経営は親方と称する集落統率者課長老16名で会議の上で決定し、共同労作をして収益は公平に分配する制度をとっている。この集落でいろいろな原因から貧困に陥った者がいれば、集落所有の宇島に移住させ、1町3反の高地を無償で貸し与え、生活の再建をさせる。
宇治島に移住する者は二好みで、大体3、4年もいれば無償拘束によってある程度の財産ができ、また大島集落に戻って次の貧困者を移住させるという珍しい方法をとっている。九州日報では、宇治島の制度をさらに補完する情報もあり、宇治島に移住させ、その間その家の税金は集落民が納めてやるほか、そのものの所有する高知は他の集落民が小作し、その料金の一部は移住者に送り、移住者家族が3、4年後に生活が再建されると元の集落に戻し、他の貧困者と入れ替える。この宇島という困窮島での制度は過去の全国の例と異なり、完全に困窮者を助ける前向きな制度だったぜ。すごく困窮者に親身な制度だね。にわかには信じられないけど、本当にこんな優しい島があったのか。この宇島って困窮島はどこにあったの？それに制度についてもう少し知りたいわ。宇島は長崎県五島列島の小鹿町大島の続島、面積9ヘクタール、かつては畑と牧草地があり、宇島周辺の海には豊富な海藻や魚介類があった。島にはかやぶき屋根で土壁の粗末な家があり、島には井戸がなく貯水槽と天水に頼った生活だった。宇島での困窮者救済制度は江戸時代享保年間に始まったと言われ、そもそも宇島を所有していた大島では昔から領主は島民を支配する代わりに安堵を提供。そこで大島とその続島での収穫物を管理し、それを島民らに分配していたのが発端だぜ。宇島での貧しい人を救う風習の特徴は7つ。1、村民の総意によるもの。2、村民同士で助け合い、最低偏者から順に行く。3、税金や村の労役の免除と肩代わり。4、良好な農地、余剰で稼ぐ期間を与えられる。ご元の家も宇島の家も村全体で管理補修する。6、地域内での付き合い費用の軽減。7、宇島の牧草盗難防止のための監視。五島列島にあったんだ。救済制度もかなり手厚くてしっかりしてる。宇島に送られる者の決定は大島集落での会議で決まり、移住者の税と労役、村の物的金銭的負担は他の村人が肩代わり、そして孤島で生活するため自然と金銭消費は抑えられ、調節役生活となり支出が大幅に改善されたぜ。さらに宇島での農業と漁業による収入で蓄財もできた。この間、葬式を除く村の行事も免除された。ただし移住者には3つの決まり事があり、1つ目は移住者の畑を集落に貸し出し小作を頼み、その小作料は移住者の肩代わりした費用の一部に充てるぜ。2つ目は大島集落での葬儀では墓掘りの責任者になること。3つ目は宇島は集落の牧草地でもあったため、当該の者が勝手に刈り取らないよう監視することだぜ。ちなみに宇島に移住していて緊急事態が発生した場合は、大島側の浜辺でのろしを焚き集落に知らせるんだぜ。集落みんなが早船を出して宇島に急行することになっていた。移住者らが急病や怪我で動けない時や、家畜に何かあった時、そして当該者が牧草を盗難に来た時に使うようだが、実際に記録としてのろしが使われたのは1度しかないらしく、家畜が沢に転落して動けなくなった時だけだそうだ。なるほど、しっかりした救済をする代わりにその代償もきっちり決めていたんだね。単に村人らに助けてもらうだけだと負い目が大きいし、こうして何か義務を与えると疎外感も軽減される。なかなかよく考えられた制度だね。そう、宇島の困窮者救済制度は西洋で一般的な特権階級が事前的に救済する上下関係ではなく、同じ村人同士で助け合う横の関係というのも特徴的だぜ。不安定な生活を送る庶民にとって、少しの事故や病気でも困窮に陥る。そういう時に隣近所の顔見知り同士で助け合うという平等で人情のある福祉の精神に基づいたシステムだったぜ。現代社会では到底考えられない人情のある話ね。こんな素晴らしい制度があったのは宇島だけなの？谷も残ってそうだけどな。宇島と同じく戦後あたりまで残ったのは谷3つあるぜ。山口県大島沖か室島の続島、大水瀬島。1870年頃から1935年まで制度が存続し、1962年に完全に無人島化。この島でも村関係の行事や労役は葬式以外は免除された。ただこの島は本島から5キロほどと遠いため、大水瀬島には漁業経営者である商主が住んでおり、移住者の生活資材は商主を通して売買していたぜ。支出はそれくらいだし、
農業漁業に専念できる。税金は村方一同で負担なので生活再建は容易だった。しかもこの島には文教所があり教育も受けられたぜ。だが昭和初期に庄主の奥さんが亡くなったのを機に13戸いた移住者は全員離島、戦時中は海軍の要塞として利用され、現在は誰もいない無人島だぜ。愛媛県中島町二神島の続島由利島、19世紀後半から1965年まで制度が存続している。何を隠そう、由利島はあのダッシュ島の舞台そのもの。今もテレビで見る遺構はこの当時のものなんだぜ。豊かな漁場と農地を利用して生活再建をしていた。由利島は昭和4年から37年にかけて岩飼料の基地として利用され、夏季には漁民らがあの石だらけの浜に小屋を建て、毎夜にぎやかでお祭りのようだったというぜ。時代の変化とともに漁業基地としての利用はなくなり、代わりにみかんなどの作物を植え、土地が私有化され、困窮島としての利用形態が消えていった。当時は農業用作道、貯水タンク、緊急時連絡用電話ボックスもあったが、ダッシュ島の放送でご存知の通り、今は当時を忍ばす亡骸を残すだけとなっているぜ。最近の放送では放置された電話ボックスを使って島の中をつなぐ電話を作っていたな。そして香川県しわくて島の続島、お手島、明治初期から1950年半ばまで制度が存続。この島は他の3つと違い少々扱いが違ったようで、移住者は地権者に地代を支払う必要があることと、島での暮らしぶりは縦穴住居にボロギと格差がかなりあった。ここの分校から本校へ行事で行くときはその格差から子供らは随分辛い思いをしたというぜ。戦前まではお手島から本土へ直接行くことができないほど隔絶された土地だった。それぞれ制度は少し違うけど、どれも貧困を極めてどうしようもない家を再建できる感じだね。学校があるところもあれば結構厳しいとこもある。てかダッシュ島って元は困窮島だったんだね。作道の跡とか壊れた電話ボックスとか、最近テレビで見たまんまのことがあってちょっと感動したわ。あの浜辺で昔は多くの漁師らでにぎわってたんだね。そんな困窮島の制度はどうして消えてしまったんだ。どの困窮島も全てが戦後の高度経済成長期に消滅しているぜ。つまり村での決断とかではなく、経済成長による生活スタイルの変化や社会福祉の充実によりその役目を終えてきたんだぜ。交通手段が発達し、手軽に大都市へ出稼ぎに行けたり、村の共有地だったが権利関係がはっきりして使えなくなったり、困窮島と本島の経済や文化の格差が大きくなったのもあるな。本島では電気があって近代的生活なのに、困窮島ではまだランプしかなく対岸の明るさが羨ましくなったそうだ。こういった時代の変化が困窮島の役割を終えさせたんだぜ。余談だが、宇和島では現在でも希望者があれば制度は復活できるということだそうだ。あと最近 X で R774 アットまとめや様が現在の宇和島に上陸されて島の様子や遺構を撮影されているぜ。概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてくれだぜ。時代の流れとともに役目を終えたんだね。現代社会じゃもう少ないけど、本当に地域のつながりや人情で助け合ってたんだ。まだ宇和島では制度自体は消滅してないのも衝撃だけどね。R774 アットまとめ屋さんの調査写真もすごい。当時を感じながら見るとなおさら素晴らしいわ。今回も解説ありがとね。いえいえだぜ。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 Twitter リンクもチャンネル概要欄にあるので、よければフォローお願いします。ほんじゃバイバイ。